1ヶ月ぶりぐらいのジムです。手怪我してから、ずっと行ってなかったんで。胸回りと、ウォーキングをやってきました。久しぶりのジムはいいっすね。やってる？やってない？11時半だけど。2週続けて表参道のピザ屋に来てます。はい、今ですね、高知県の英会話教室を経営されている先生がですね、ホームページの打ち合わせに来てくださってたんですけれど、それでですね、ホームページ制作、今ホームページがあって、リニューアルするためにじゃあどうしようかなんていう、そういうこうお話がメインだったんですけれど、でもね、そのホームページとはもう一個に、なんでその YouTube 動画をやっぱりやった方がいいのかとか、そういうお話も、中にたくさんこう出てきたんですよ。とにかくこう動画をやっていきたい。で、これはもう英会話の教室だけじゃなくて、もうとにかくね、いろんな、商売の中に言えることだと思ってるんですけれど、動画は分かりやすい。やっぱり今ね、こうやって YouTube 見ていただいてるのも、動画なんですけれど、やっぱりね、文章よりもとにかくこの動画っていうのは分かりやすいんです。だから皆さんの、あなたの会社のお客さんたちに、やっぱりね、あなたの会社からあなた自身からのそのメッセージっていうのを届けやすくなってくるんですね。しかも様子や雰囲気もこう伝えることができるし、で、そのね、大事なことっていうのが、検索をかけるときって大きくはグーグルで、もう一個はヤフー、これが2大検索エンジンじゃないですか。ね、ここに物を入れて検索をするっていう流れは、これは王道であるんですけれど、もう一個忘れちゃいけないのが、今話題に興している YouTube なんです。 YouTube を最初から開くんです。その検索のものの探し方っていうところで、今までこれ開いたりこれ開いたりして、で、検索ボックスにこう入れていくわけじゃないですか。その同じような流れで、まずこれを開いて検索ボックスの中に知りたいことを入れていくんです。さっきの例えば英会話教室さんとかであれば、お子さんたちは検索をしないので、検索ユーザーはお子さんたちのママですよね。ママで、ママが例えばですよ、じゃあ、小学生のお子さんたちに ABC のなんか歌とかを、幼稚園生でもいいです、ABC の歌をちょっと、なんか一緒に歌って勉強してみようか、よくありそうな話じゃないですか。その時にママたちは、今時のママたちっていうのは、こことかここに入れるんじゃなくて、YouTube に ABC の歌とかここで入れるわけですよ、検索に。そうすると、ご存知のように YouTube 内に ABC の歌がうわーっとチャンネルで動画が出てくるわけじゃないですか。で、その動画をこう再生してみて、お子さんと一緒に、あ、こうなんかね、歌うわけじゃないですか。そうすると、今度一つのその動画を見終わった後に、これを、そこのチャンネルを作ってる、仮にですよ、それが英会話教室さんであれば、その教室の今度は YouTube チャンネルを見に行くわけです。YouTube チャンネル、これはこの中の一部分の動画ですから。そうすると、あ、こういう英会話教室さんがこの ABC の歌とかっていうのを出してくれてるんだ、一番上のところにオフィシャルサイトへのこちらとかね、そういうホームページに飛んでいくリンクとかがくっついてたりするんで、そこからホームページに入ってきてくれるっていうようなね、そんな流れだったりするわけですよ。これとかこれから入り口で検索していくっていうのも王道であるんですけれど、新しくここから入っていくっていう、この100動線があるっていう、これを一つですね、ぜひ覚えておいてほしいんですよ。取りこぼしが少なくなってくると思いますので。あともう一つ補足なんですけど、僕自身のものを買う時の行動パターン、もう最近は間違いなく、例えばじゃあこれに転がってるこういうのでもいいし、今撮影しているその辺の機材のものでもいいし、その辺に転がってるこういうものでもいいし、何でもそうですよ、この辺に転がってるこういうものでもいいし、もう何でもそうなんですけれど、この前のラジコンだってそう。まずね、 YouTube で欲しいもの、探してるものっていうのを探るんですよ。さっきのママの行動と一緒。そうすると YouTube の中には、これまたご存知のように、いろんなこういうものをね、世界中の誰かが、日本人だけじゃなくてですよ、みんなこうレビューを使い
心地とかをレビューしてくれてるじゃないですか。そういうのを見るとね、あ、なんかいいのかな、悪いのかなとかっていうのが自分自身でこう判断ができますよね。そういうこう、なんだろう、買い物する時もやっぱり失敗しなくなってくるので、まあ、そんな風にね、検索をしてるユーザーっていうのも世の中いっぱい増えてきてるんじゃないかなと思います。ぜひね、 YouTube からの、新規のお客様の囲い込みというのも実践してみてください。ありがとうございます。ビッグ社長さんみたいな。これ行きましょう。ゴーヤちゃん。水なす。あ、じゃ最後にまた登場。生登場。じゃあまたゆっくり来ます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。どうも。はい。さよなら。ありがとうございます。また。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。